アメリカのメディアは、いわゆるロシア、窓をめぐる捜査で、特別検察官がトラン、大統領本人の事情聴取を検討していると、大統領就任から間もなく1年となる。捜査が進展するのか注目されています。これはアメリカの有力紙、ワシントストが8日の電子版で報じたもので、そう、によりますと、おととしのアメリ、大統領選挙にサイバー攻撃などを通じて、私たとされるロシアとトランプ陣営間で共謀がなかったかどうかなどを捜査、テイルモラー特別検察官は、先月、トラ、大統領の弁護団に対し、大統領本人の情聴取を行いたいという意向を伝えたということです。これについて弁護団は、是はなく、書面で応じることも検討し、いるとされ、今後、事情聴取のやり方な、をめぐって協議が行われる見通しで、数間以内に実現する可能性もあるとしています。いわゆるロシア疑惑をめぐる差が、では、トランプ大統領の側近だったフリ、前大統領補佐官が、当時のロシアの駐米大との会談内容をめぐって FBI、連邦佐賀局に虚偽の説明をしたとして訴追されて、ます。一方で、トランプ大統領ハロワの間で共謀はないと一貫して否定し、就任から間もなく1年を迎えると、大統領への事情聴取が行われ、捜査、